はい、ということで、なんか溺れてるよ、そのまま。あ、なんか溺れた。あー、すごいすごいすごい。物資まみれだ。よかったね。はい、ということで、今日もね、ちょっとバチカンの開発を続けていこう。なんかバチカンにアスレチックができたらしいぞ。アスレチック優勝したやつに、ランキング下位のものをなんかあげるか。そこか、アスレチック。アスレそんな広さないです。いいじゃん、殺し合って落とし合えば。2つルートになる道があるんで決めてください。まあ、どっちから行ってもいいんじゃね？どっちから行っても。ゴール地点はここです。妨害あり、ありです。妨害ありです。じゃあ、仁義なきアスレチックレース、カウントします。チャットでカウントします。5、4、3、2、1、開始！開始です。開始です。アスレレース開始。あ、あ、あ、ニッショがいた、ニッショがいたぞ、みんな。あれ？これニッショ買っちゃうんじゃね？これ、あ、おい、ニッショ買っちゃうぞ、これ。ニッショ買っちゃうよ、ニッショ買っちゃうよ。矢で落とさないと、ニッショ勝つぞ。あ、あ、あ、おい、ニッショ勝ちだわ。このアスレレース簡単すぎやしませんか？あ、あ、勝っちゃった。え？あれ？あれ、勝てない。あれ？なんかニッショ落ちた。あ、マーズくんか。これ壊した方だね、先に。先に壊した人だよ、黄色。はい、マーズくんです。あれて兄さん惜しかったね。まあ、2位は残念賞も用意してあるから、兄さん。はい。じゃあ、マーズくんに。じゃあちょっと ランダムで誰かのアイテム募集するから。ランダムで。今、TP された人ね。はい。アモモのアイテムが募集されます。生酒5個、鉄6個、バケツ5個が、1位になったマーズくんに進呈されます。おめでとうございます。おめでとうございます。生酒5個、バケツ、鉄おめでとうございます。はい、じゃあ次、レテンですね。レテンさんは1個だけです。はい。じゃあ、はい。誰だ？ MC トマトソースさんですね。はい。MC トマトソースさんは、あれ？無限の弓。対ゾンビ剣。エンチャント本。まあ、無限の弓ですかね。あ、ゴミだよ。了解。じゃあ、ゴミって言うんでしたら、じゃあ、対ゾンビ剣もちょっとじゃあいただこうかなと思います。これを商品とさせていただきます。じゃあ、兄さんに商品です。どうぞ。最低だ、こいつ。なんか、兄さんの方が豪華なんだけど。あ、あ、兄さん死ぬぞ、あれ。あ、死んだ。あ、あ、あ、本当のアスレチック競争が始まる、これ。本当のアスレチック層が始まるぞ。さあ、手にするのは、誰だ？あ、おつんだ。さあ、おつんが今持ってるぞ、みんな。おつんが持ってる、おつんが持ってる、今。ほら、アスレチックだぞ、みんな。おつんが持ってるよ。おつんが持ってる、おつんが持ってる。すげえな。おつんがつぶがいに殺された。結局、つぶがいか。みんなツリーハウス作ってくれよ。ツリーハウス。みんな各自ツリーハウス作ってね、頑張って。たまには真面目に発展させてもいいだろう。50人クラフトといえど。兄さん。家の一つや二つ作ってみろ、お前も。あれ？なんだこれ。対ゾンビ剣。あれ？なんかレテン帰ってきてんじゃん。あげる。ありがとう。すげえ！え、なんかいっぱいあんじゃん。え？やばくない？レテン。やば！こんなレテン見たことないぞ、これ。完全にレテンもセルアウトしてブリブリになっちまった。あとどこだっけ？これどっち行ったらなんか氷の木がいっぱいあるところに着くんだっけな。誰が知ってたっけ？鉄たぬき知ってたんだっけ？戻りつつ右。俺知ってる。お前誰？もう空豆とこいつしかいないの？わかるって言ってんの。事実上いないようなもんじゃん。いや、俺デスランで空豆からさ、嘘の情報を教えられたこといっぱいあるからさ、何も信じられないんだけど、空豆情報って。空豆結構やばくない？なんかさ、結構やばくない？いや、アッシー、いや、おめえが言うな。お前が言うな、まず。空豆結構やばいよ。ちょっとじゃあ、エルジャバ君、空豆やばいエピソードちょっと一つ頼む。VC で発狂してた、きつい。やば。カッコつけてた MP3 もらった。それちょっと共有してもらっていい？え、前のさ、無名の呼吸1の方ってやつ？
あ、じゃあもう一回聞こう。ちょ、もう一回誰か共有してくんない、持ってる人。そら豆ドット MP3 誰かパソコンに保存してるバカタレいないか。あ、あったあった、来た来た。ちょっと俺聞きたくないからさ、もうちょっとイヤホン外すわ。無名の呼吸一の方、行為も停停。無名の呼吸一の方、行為も停停。無名の呼吸一の方、行為も停停。俺なんもきつくないべ。なんかチュッパチャップスってなんだろう。おめえも誰？ちょ待って。これ50人クラフトじゃなくない？ここ。俺の動画じゃないんだけど、この景色。もう。これ、なんか俺の動画じゃないよ、ここ。くんさんの求めた氷の木があるのはここ。あ、そう、ここなんだよ。全然違うじゃん、行ったところ。何あのチュッパチャップスってやつら。全然違うくね？ここ行きたかったんだよね。どんなのなのか見たかったんだよ。さすがデンデンだな。ここ木たくさん生やした。どうした？この、これ代表だからね、ヒマジンくんが。ここの。え？うわ、やば、え？すげえな。バチカンやべえ。バチカンちょっと広げてこう。高い木いるんじゃないの？いやいや、合ってる合ってる。ヒマジン、あの、行動原理は合ってる。ただ、枝みたいなのも作ってほしいんだけど、できれば。木切って集めてきて、あの遠くの木とか切ってきていいぞ。俺の木なら好きなだけ切っていいんじゃねえのか。周辺、この周辺なら。森林破壊だな。ちょっと森林破壊部門、ちょっと招集して破壊させに行くか。はい、ちょっと森林破壊部門招集します。斧持って、この噴水、カナリア噴水のところ集合。暇な人。斧持って集合してください。殺し合わないでください。はい。じゃあ行きますよ、森林破壊部門。こっちでーす。こっちですよー。はい、小太郎が向かってる方向でーす。この橋の方向でーす。はい、森林破壊部門行きまーす。かなり遠くまで行くんで。大丈夫か？ついてこれてるか？なんか懐かしいな。この旧50人クラフトを感じる、この感じ。たまにはいいかもしれない。箸休め的な感じでね。いつもいつもさ、こうあそこでわちゃわちゃしてるとさ、まあね、面白いネタも切れてきますよ、そりゃ。こういうところでね、新たな発展にこう寄与するというマインクラフト的な。そもそもマインクラフトってあれだからね、あの物を作るクラフトっていう文字が入ってんじゃん。マインっていうのは地雷って意味で、そうだね、まあ、戦うっていう意味だね。地雷マインで地雷作って戦うみたいな。マインクラフトだな。マインって言うじゃん、地雷のこと。地雷クラフトみたいな。そう、地雷を作るゲームだから。はい、まだ向かいますよ。まだです。危ない。ここ、はい、危ないよ。こっちね。はい、この辺、暇人は別に木こりいらないんじゃないか。この辺です。この、あのバイオームの境目あたり。このかぼちゃが立ってるの付近のところを、はぁ、あ、あの、体力ない陰キャやめて。長距離走で出てん、最後から何番目だった？長距離走、学校の最後尾。参加はしたんだ、一応。え、あれでしょ？女子に抜かされるんでしょ？その授業内にゴールできなくて放課後残って測定させられた。きつ。リアルできついね。やべえ、なんかこんな、つかパート2、シーズン2始まって初のじゃない、これ。初じゃない、こんなことしたの。マジで。こんな初めてだよ。こんなことしたの。やばいわ。これマインクラフトだよな。マインクラフトってこういうゲームだったんだね。こんな建築自信あるやつ持って帰っていいぞ。あの、好きなツリーハウス作っていいよ。資源自由に持って帰って好きなツリーハウス作りな、これ、どんどん。持って帰っていいよ。で、あの、木生やしたりして、向こう持って帰って、この種、苗持って帰って、木をめっちゃ密集させて生やしまくな、あの辺。あの辺、ジャングルにしていいよ、もう。あの、イメージ、なんだっけ。あ、スターウォーズのエンドは。スターウォーズエピソード、なんだか忘れたけど、エンドはっぽい感じで。わかる。
わかります？スターウォーズエピソードなんだか忘れたかのエンドアっぽいイメージでお願いします。 Q でもツリーハウス作った。どうなったんだっけ、 Q のツリーハウスって。 Q50 人クラスでこんなんやったっけ、もう覚えてないんだけど俺あんまり。どうなったの、なんか中途半端に終わったんだっけ、どうなったんだっけ。放棄された、ここは放棄されないで、暇人がだってシーズン2なんでずっと住むから、ここ放棄は絶対させないよ。あの帰ってきたらあの TP して送り返すから、ここに無限に。なんかでも組めるんじゃない、なんかエルジャバ君ならいけそうだよね。この座標内に入ってきたらあの暇人は自動的にこう TP されるみたいな、どう、なんかこの森から脱出できないみたいな、暇人はその森の中でなんか歩いてたはずなのに、あのなぜか逆側に歩ついてるみたいな、暇人だけめっちゃ怖いよね、迷いの森みたいなさ。出られるのはあれじゃない、今度の選挙の投票でなんか10位以内入ったらとかにしようぜね。入れるっしょ、だって暇人だって400何十票だっけ、460票ぐらい獲得したんでしょね、いけんじゃない。くんさん、マインクラフトの略って何の略か気づきました。この辺の松の苗持って帰るか、俺松の苗持ってる人入れてくんね、持って帰るわ。くんさんの功績になるんじゃ、何を勘違いしてんの。この50人クラット自体全て俺の痕跡だぞ、クガタ悪いが。だから言ってるだろ、大阪城を作ったのは大工さんじゃないって。大阪城を作ったのは豊臣秀吉なの、だから50人クラットを作ったのはくんなの、わかるか。歴史に名が残るのは俺だ。やべえ、なんかめっちゃマインクラフトしてる。こんなマインクラフトしてていいのか、なんか良くない気がするな。旧メンバーの希望、旧メンバーだってこれと思って入ってきたでしょ、マインクラフト、この50人クラフトに。多分旧メンバーこれをするものと思ってたはずだよ。これをやってこういうことやるもんだろうなとか思ってたけど、なんか実態は違ったみたいな。ソラマイとか多分2日もたんよ、多分旧50人クラフトだったら2日もたんなくね、多分2日以上多分入れないと思うよ、多分サーバーに。自分3回バンされましたよ。は？は？え、な、何それ？な、何それ？新情報じゃない？聞いたことないよ、そんな話。何それ？甲状腺企画で、え、なんでバンされたの？配信聞いてなくてバンされた気がする。じゃ、もう1回バンする？やっぱそうだな。もうバンでよくねえか。もう1回。エルジャバ、ソラマメ、アクセスを禁止しました。バントバイオペレーター。まあ、しょうがない。残念ながら当然かもな。大丈夫かな？仕事できるよ、とは思えない。はぁ？はぁ？これ許されないでしょ、これ。これも許されんでしょ、これ。もう。もう無理でしょ。バン解除されないでしょ、これもう。ソラマメってちょっとカッパの弟っぽいな。ちょっとわかる、それ。くん来て、家作った、チュッパチャップス。チュッパチャップスが作った。チュッパチャップス、天才ハウス。なんもねえな。まあまあ、よしとしよう。にぎやかすには。ん？なんだこれ。くんが950人クラウトです。苦しんだ最強モブキャラ。あ、まさか。いたわ。クソ重かったやつな。よし。ちょっと、いい感じになってきたな、バチカンも。もうバチカンのメインツリーが結構楽しみだね。メインツリー頑張って、ヒマジンくん。なんかもっとでかくしてもいいんじゃねえの、これ。もっとクソでかくして、中貫通させてもいいんじゃね。知らんけど。もっとクソでかくしていいような気がする。はい。ということで、また次回、じじ。無名の呼吸、一の方、行為も停滞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 。